はい、こんにちは。麻布台ヒルズ、ずいぶんできてきましたね。カバーもなくなり、足場もなくなってきて、ずいぶんすっきりよく見えるようになってきました。内装工事も着々と進んでるんでしょうね。すごく楽しみです。ぜひね、一緒にご覧ください。今撮った場所はね、前回と同じ飯倉片町の交差点からですね。六本木交差点からは、ロアビルだとかドンキホーテの前を通って、やってくるんですね。あとはそうだな、六本木一丁目から歩いてきてもいいし、麻布十番の方から登ってきてもいいですね。フェラーリの展示場のある角です。そっからこの前と同じように撮ってみました。でもいろいろから撮ったんだけど、まずは A 地点から、それから B 地点から、それから C 地点ですね。C 地点はこのアルファベットの C のあるところと、北側の方と2箇所になります。前回と同じ順序なんです。まずは、この北西の端、東京メトロ南北線の六本木一丁目駅の近くですね。そこから前回と同じように撮ってみました。残念なのは、レジデンス B って呼ばれてるようなんですが、高層マンション、これがどうも全然工事が進んでないようなんですね。でも他の部分は完成に向けて着実に、進んでるようですね。ご覧ください。そして次は外苑東通り沿いから撮ったものですね。前回と比べてカバーとか足場が随分なくなっちゃってすっきりして、このメインのタワービルがすごく迫力があってすごいなっていう感じですね。そしてインターナショナルスクールも随分いい感じにできてますね。素晴らしいです。ご覧ください。
さて次は桜田通りからなんですが、俺としては一番興味があるところなんですね。なんていうかこの変なって言ったらあれなんだけど、建物を見てるとね、隣のトトロだとか天空の城ラピュタだとか風の谷のナウシカだとか、あんなイメージを思い起こしちゃうんですね。というかね、今はヘンテコリンな建物かもしれないけど、こういう方向性ってもうすでに始まってる気がするんですよね。今では普通になっちゃってるけど、屋上緑化だとか壁面緑化だとか、もうそのベクトル線上じゃないかな。もしかしたらね、21世紀中頃にはこんな建物が普通な建物かもしれないななんてね、これまでのなんていうかな、人対環境というものの考え方から人も自然の一部なんていう考え方になると、建物もこんな感じになるかもなーなんて、そんな気がしてるんですよね。ってことでご覧ください。
最後は今回も北川から大欅広場って言って、以前から開発された素敵な広場があるんですけど、そっからの撮影になります。アザブダイヒルズができたらアザブダイヒルズの広場の一部として一体化されるんじゃないかと思ってるんですが、全体を見回してみると本当にいい広場が出来上がるんだなっていうような、なんかすごく期待が持てる気がしました。ご覧ください。見ていただいてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。アザブダイヒルズ楽しみですね。早く中を散歩してみたいです。ありがとうございました。これからもよろしく。